無理だねこれね。史上初です。やった、まさかと思ったけど。いやいたいた。さあ2択当てますよ。あらららあ、これ何、入った入った、はい7買って、はい7出た。アウト。ちょっとコイン持って。はい、おはようございます。お疲れ様です。今週も始まりましたウイチとヒカルの面白いテレビでございます。前編一切何も起こってませんか。そうですよね。僕 ART ちょっと引いたぐらいで、まさかあの状況で、うん、あの締めを取ろうっていう、エンディングとオープニングを取ろう、僕も思わなかったんですよ。だから大丈夫なんですかって聞いたら、うるさいって言われて前半終了のホイッスルの直前に、僕はあのこのエンディングオープニングを取ろうとしたら、鬼武者の角開いてたんですね。でそこキープしたんですよ。でその角台を打ってたお姉さんが話しかけてきてくれて、携帯持ちながら、シミュレーションなんかいろんなことのシミュレーションで、設定のシミュレーション、シミュレーション、失礼、シミュレーションです。シミュレーションは何ですか。シミュレーションです。シミュレーション正解。正解でしょ。5なので、なんでやめたのっつったら、6じゃないっぽいからっつって。かっこいいでしょ。まあ56ならいいかな。わかりました、うん。だあなたは戦国の1位でさ、4号ぐらい負けで、いや1じゃないですよ、ね、2正解明らかに挙動が違うとはいえですよ、さすがに2万入っちゃうとなんとかなる気がしなくなるんですよね。さすがに当たるでしょ。鬼武者からスタートでございますが、この台オープニングで使われてるかどうかわかんないですけど、今んとこ高設定の可能性が高いんです。ちゃんと1000枚出てますしね。全然あるんですよ。あ、3回目、68ゲームで3回目、もう間違いない。日頃のどれかです、これは。あほら、ウイチさんを出してねっていう演出だからね、これね、これね。ダメかい。ほら、なかなかウイチさんは出ないですよね、プレミアムキャラですからね。これここ青7、はい来た、ドーン。おはようございます。来たー、ウイチと結婚、ウイチと
結婚、ウイチと結婚。あー惜しい、惜しかったよね。3回目のデートぐらいまでは行ったよね、これね。ボーナスが引けるだけでも結構マシなんですよ、僕の感覚からすると。これダメなのかな。あら来た、あら来た。見事だよ、あのベルの引きだもの。まあ刑事やらないんですけどね。無限ゲットして7ゲームでボーナス引いて即終わったっていうものすごい嫌な思い出があるんで、僕も半蔵をやりたいんですけど。ナビ出ろ、ナビ出ろ。うわ、出ず。あれだけ苦労してこれだもんね。相当いいんじゃないですか。ほら来た、レインボーだもん。あー素晴らしい、馬券ね。そうだよね、そういうことだ。あ、いいんじゃないですかこれ。いいんじゃないですか、6回ぐらい当たってるんじゃないですか。はい、負け方も。これは結婚パターンだよね。ここまで来ますよ。ウイチさんと、はい、結婚。イエーイ。これね、あんま映さないで。やっぱ新婚さんの夜だから、もう寝てるからね。あんま映さないでください。おりゃー、もうやろう。こりゃダメだよな。あ、あれあるよこれ、あるよこれ。まだ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 
ちょ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 あるよ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 まだ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 よっしゃよっしゃラッシュだよねこれね特進が光っている。やはり結婚パワーは強いねこれね。きたなんか乗ってくれよ。あー来た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 。これは乗るよねこれは乗るよねこれは乗るよね。最悪だ最悪。あーボーナスだった。赤7でお願いします。赤7赤7赤7赤赤がバー最悪。久しぶりにフリーズ引きたいお年頃。攻撃は弱いんすよ。ほら終わった151枚。151枚で憩いってことだからね。まあ憩いのひとときを過ごせたっていうことよね。チャンスリプレイいいでしょう。かなりでかいね。お、なるほど。え、すんごいよ、もうすんごい応援してるじゃん。完全に当たりだろこれ。ほら、青いもん。チャンスアップ。宇野一応援されております。ラッシュ。きたー。あれ？全敗して喋っておりましたね。合格ビッグですよ。ほらラッシュだよね、あれ。普通こういう時って絡みに行くじゃない。俺行かないんだよね、なぜか。なんか見て満足しちゃうんだよね。別に喋ることもないし。良くないよね、本当良くない。これは良くないよ、マジで。直さなきゃね、こういうとこは直さなきゃダメだ。入った、ほらドカーン。あ、これもしボーナス入ってなかったらもう実家に電話だよ。実家に電話、実家に電話するよ俺。ただチェリー、俺久々に親と話さなきゃいけない。
よこれは。当たったよね。俺あれ、あ、なんつうんしたっけ、タイトル予告初めてが焦りましただけどラッシュの可能性まだなくはないか。縁起のいいクジラッキーね、ラッキー。いや、ある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 ないわけがない。おはつ、お前怒るぞ。こいつに決まってんだろこれ。ほらほらだらー、ほらやったー、嬉しい。成就と読みます。これは青春ではないです。成就、恋愛成就ね。あと皆さん中には受験でね頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。合格成就を祈願しての、はい、ラッシュね、皆さんの分祈願しました先生ね。案ずる中で受験生ということでございます。来たほら、50、よっしゃ。よそ見来た。乗るだろ、乗るだろ。よっしゃ。大丈夫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 、はい、大丈夫大丈夫。大丈夫、あーダメ、結構頑張ったよ。でも勝った、うわー負けた、ありました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 、まだありました波が、まだ波、まだ波ありました、まだまだありました、誰だよ。ラッキー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 。4900枚目指せ。うわあ、これで下段に青7だったらこれ入るかも。ああダメだった。1ゲームスイカ、そういう時に限って1ゲームスイカ何にも起こらずなんだよね。これで入ったら盛り上がるんだけどな。ああれこれあるよ、これここはダメかもしんないけど、この次があるよ、この次あるよ。これランプ、ランプ光ったら確定だよこれ。入った入った入った、今一瞬俺早く気づいたから液晶よりも、うん、これ確定、これ確定。いや大丈夫だよ、これは外れてまだ続くから、まだ続く。
いいでしょう。これか。いつの間にそれ天井行ったんだよ。関係ないですよ。思い出郷チェリーいいじゃない。おお。あれ今払い出しちゃった。あったね。思い出郷チェリー2連続とか。落ちてよ扉の。なるほど。天界郷チェリー。あれ？全く引いてないからね。700ゲームぐらい何にも引いてない。こういう時ね、今3000ゲームで3000ゲームで9の2じゃないですか。で一見悪いじゃないですか。まあ実際悪いんですけど、でも冷静に見て600ハマってんすよ現段階でね。ということはその最後のボーナスを引いた時点では2400ゲームで9の2だったのね。わかる言ってること。だから打つの。いきなり来た。ほらいきなり来た。これなんだっけ、何かを狙うんすよね。赤青チェリースイカだよね。これでほら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 入ったよね。入った入った入った。はい当たり、はい当たり、シュッとね。イエスラクラク。うわーレグ消えてねえし。ふざけんなよ。邪気んじゃねえよ。いやそうだ ART 入るんだ、うまくいけば。でもここでここで人がいない、いないよね、いないよね、いないんだよね。まあいないよね。カポエラかよ。え、あのイブラヒモビッチみたいでやってよ。ああ、そうそうそう。ああ、かっこいいかっこいいでしょ、かっこいいでしょ。全然悪くないですよ。190分の1。しかも第一天井クリアしてるから打つよねこれね。覚えているか。おちょ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 。ああ出るか。弱い。あれ万字が出ましたね。ただねこれガセるんだよね。奥さんが最初に打ってた台を今眺めていたらどうやったら出るかっていうのが分かったんで、これで同じことやります。
当たってるよね。これはダメ。8問正解するしかない。残念。なんで何にも弾いてないのに RT に入ってんのかなって思ったら、もう出し方は。さあ来た。すごい。さあ来た。すごい。最大でもあと3回当てればいいんだからな。簡単だよ。さあ来た。正解。はいはい、無限。まだかよ。さあ来た。正解。もう行くでしょう。もうさ、ダメだよ今の。4回目で無限に行かなかったとこで私の心がちょっと動揺したんですよ。ダメダメ。いいよー、お疲れっしゃあれなんですよ、猪木で3353枚とパチスロってあんま勝ったら面白くないじゃん。負けてる時の方が面白いでしょ。だからね、今回も破っちゃう。破った。もう食べちゃう。ゲーセンでした。あ、ゲーセン。ゲーセン。あなたが出した枚数です。はいはいはい、これは。二人とも負けましたけれども。混んでる時は粘っちゃった。うん、粘っちゃダメね。その無理やり人のせいにして、あなたが粘ってたから。私もお金入れたんだみたいな。そういうこと言うと人間不信になるよね。もう罵り合いだ。罵り合いだもんね。そうだよね。本当よくないよくない。で俺があの途中で八幡なんか言ったよね。あれイブラヒモビッチね。なんていうんですかあれ。わかんない。ミサンガみたいなそんな感じでしょ。なんとかヒモ。ヘッドイブラヒ。イブラヒモだ。面白いじゃん。面白いじゃん。あの日もイブラヒモっていう名前にしよう。サッカー通だけ笑えばよろしい。そうだね。面白いね。あの紐はイブラヒモっていう名前に命名しましたんで、これから売れるかもよマジで。ナイス最高。うわじゃあ。あれだね。お、いいよ。ポッキーです。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜水曜配信。ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。